はい、くんちゃん、こんばんは。ひもて男会ナンバーワンイケメンかっこイケオジのレイですからのいってらっしゃいてということで、今回ね、動画本当は撮る予定なかったんだけど、なんとね、またちょっと進展がありまして、例の女性とですよ。この間ね、ランチデートして、また次の休みの時にただのランチデートになっちゃったわけですよ。それでまあなんかどうたらこうたらとか俺ね言ってたんだけど、なんとね、コロナの影響もあって今企業一部では休みをね一日つけられてるわけですよ。でこっちはもうね、ミニ連休がありましたん でミニ連休のねちょっと先頭の方で、向こうは、ね、出勤だったんですよ。相手の女性は出勤だったんです。だけどなんか休みが取れたということで、まあ自分のね、自由な時間で過ごせばいいんでしょうけれども、そこを女性の方からまた会いませんかというふうに言っていただきまして、まあ会いたいということですよ。それは分かるんですよ、だいぶね、まあ予想外のちょっと展開で、まあなんとなくその4人の男の中からね選ばれたわけですけれども、さらにまだちょっと他でも動きがあるのかなと、婚活してんのかなというふうに思ってたんですが、そうではないのかなというところで、まあちょっと血液型の方がそう読めないタイプのね血液型の方なんで、まあ別に血液型を信じるっていうことではないんですが、こう読みづらいタイプというところで、だから意外といい反応だったのかなと、まあ、じゃあ今までちょっと遠慮していたなんかこう会話だとかをある程度ぶつけられる相手というところもあって、で向こうはちゃんと好き嫌いはっきりしてる人なんで、嫌なものは嫌という形で、だからこれで意思表示をしてくる方なので、まあ嫌ではないのかなというところで、だから本交際の申し込みをさらに翌週にしようという動画を出してましたけど、今回早まるね。この動画撮ってるのが月曜日、月曜日なんで、で木曜日に会うと、だから火水ですよ、もう木ですよ、だから2日間普通に仕事をお互いに行って、もう3日目にまた会うという形で、ペース早いね。本当は土曜日だったんだけど、まあ土曜は土曜でっていうことで、ちょっとね、今までの知り合った婚活で知り合った女性の中で今までない展開なので、自分でもちょっとね焦ってるっていうかびっくりしてるというところで、まあこれが普通なのかもしれないけれども、まあ、まだ分かんないよ、まだ先のことは分かんないけど、まずは本交際にならないと先に進めないんで、で本交際になったらなったで、今まではデート中心に考えたんですけど、まあ、恋愛事のね真似事みたいな、ことを考えたんだけど、まあ、そうではなくて今度は結婚を連想させるような流れ、ちらっとこの間動画でも言いましたけど、お互いになんかこう別居です、じゃあアパート住む、たらアパートを見に行くとかね、物件を見に行く、ネットでもいいですね、あと実際に、まあ、不動産屋に行ってみるとかね、で一緒にまずはネットで検索して、こんな部屋いいね、あんな部屋いいねとか、なんかそういう先の見えるような、まあ、デートみたいなのもしようかなっていう、お出かけというか、
で経済的な観念というのは無駄遣いはあまりしない方なんで、ブランドとか持ってなくて、で、まあ、ファミリーレストランとかでも全然いいと。ただね、あの埼玉県民は知っている山田うどんはあんまり行ったことがないんで、ちょっとっていうことだったんで、そこはなんか嫌がってましたね。あの普通 の, あの汚い定食屋さんとかはあのそんなに汚くなければいいですよっていうことなんで、逆に連れてってくださいとこの間ね言われてるんで、だからいろんな、食べ物屋さんね、あの行きたいと、で連れてってくださいっていう言葉がね結構頻繁に出てきたんで、これやっぱり、気があるキーワードになってくるのかなというね。そして何よりね、早く自分もね婚活卒業したいというところもありますし、自分のマイナス面をこれだけ飲んでいただいてる、今のところね、今のところ飲んでいただいてるというのはもうありえない、この先もしかしたらありえない、ね、可能性が高いので、まあ、この辺でちょっと一区切り、まあ、男のけじめとして、ね、本交際の申し込みをしてみようかなというふうにね思いますね。でまさかの、まあ、振られるパターンもあるかもしれないし、まあ、いつものように本交際はなるかもしれないね。まあどうなるかね、分かりませんが、まあとりあえず、ね、いい方向にこれで話が流れていくのかなというふうにはね、なんとか前向きにいい方に進むように考えたいなというふうにね思っています。だからね、まあでもね、油断とか、ね、そういう慢心とかはありませんけれども、でも調子に乗らないようにね、慎重に、まあ、行きながら、そして、ね、相手の、ね、女性の要望をなるべく、ね、こう聞いてあげるような形にして、まあ、そして2人で力を合わせて、まあ、物語を作っていけるようにねしたいなというふうにね思ってますね。なんか今までこう、まあ、男がね引っ張ってかなきゃとか、なんかこう独りよがりな部分もあったりしたんで、まあ、そこはお互い相談しながらいろいろと、決めていって進んでいくのがいいのかなというところで、まだまだねでもやることはねいろいろありますんで、であとはね多分ねやっぱりねこのコロナの不況で、まあ、1人よりも2人でいた方がいいなっていう多分ね気持ちが働いたのかなっていう、まあお互い正社員ですから、まあ、単純に考えれば給料が2倍になるわけですよ。まあマイナス面もあるけど、マイナス面は4分の1で4分の3がプラスな面っていう考えはね、全然不可能ではないんでね、その結婚生活というのは不可能ではないんで、だから向こうも多分それはね先が見えないのに OK するわけないから、まあ多分この、ね、男ならいいかっていうところをね多分思ってくれたのかなっていうのがあって、まあ、非常にそこはね感謝すべきところで、ありがたいなというふうにね俺も思いますんで、まあ楽しい、ね、人生続ければいいかなというふうに思います。まあどうなるかね、先のことは分かりませんけども、今現状としては、また連続で、これでお会いする。しかも2連続女性の方から会いたいということを言われたというねことがありましたので、ご報告をしたいと思います。また、後ほど結果の方とか報告したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ。